さあ、いやー、天気は見事にひどいですな。まいったねー。こんな雨の夜中の名阪国道とか、ほんと走りたくないんですけどね。怖いよ。まあ、一応台風の中心はもう過ぎて行ってるんですけど、まあいかんせん雨に関してはね、だから風はね、多分もうとりあえずピークは過ぎてるはずなんですけど、風は、雨がね、いかんせんちょっとやばそうではありますからね。大丈夫かな。まあ、だから夜中なんで、まあ、下道行ってもそんなにね、ロスしないと思うんだよね。行きは下道にある程度行けるところまで行っちゃうっていうのも手かもしれませんね。まあ、名阪国道はさすがに使いますけどね。さすがに大雨すぎて、あそこの方もダメっぽいですもんね。関の峠のところ、国一のね、峠の方も多分ダメなんで、さすがに土砂災害怖いですからね。こんだけ降っちゃうと。あとです、このエネオスでガソリン入れていくか。12時回ると最近はね、24時間営業とかも減っちゃいましたからね。メモリー見てたらちょっとね、本当に、こっちの方で入れとくのは入れときたいですからね。もうガソリン代もバカになりませんからね。だってだいぶ昔に撮った動画見てたら、ガソリンがリッター120円になって上がったなーって言ってましたからね。120円でですよ。すごいな。あそこは50円も上がってますからね。えぐいな。今回7号ね、もっと暴風域ドンと来るかと思ったら、幸いね、こっちの四日市の方は、ちょっとそれたんですかね。思ったよりもだいぶ西行きましたもんね。予報の中でも西ルートの端っこの方ら辺まで行きましたもんね。まあ、行ってば。あ、さっきやってましたらね。こんだけ雨の中で撮影するって言うと、あれ以来か、京都炭鉱鉄道ターミナル駅完全制覇の旅、あれで網の行った時以来ですよね。あの時の雨もすごかったけど、まあ今回は完全台風ですからね。とりあえず、エネオスでガソリンを、ここに入れたらもね、よかった、やってる。よし。じゃあガソリン入れてきましょう。いやいや、すごい雨ね。やばいね。大丈夫かな、これ。まあ、ガソリンは満タン入れてきたんで。まあ、とりあえずこれでなんとかなるでしょう。どこら辺まで行けるんでしょうね、明け方までに。
天候が天候ですからね。これからもっと激しい方に突っ込んでいくんで。やだなーこれ。こんだけ来ると、道中も、あんま降りたくないですね。まあ、とりあえず一号線向かってどんどん行きましょう。名阪国道の方行くんだったらね、あの今のところ任せて旧道の方から行くのもありなんですけど、遠かったんじゃないですかね。ただ信号の巡り合わせから行くと、こっちから行っちゃった方が早いからね。あ、マジ見にくいね今日。わかる。名阪国道大丈夫だよね。本当新名神制限速度付きでもいいから開通してくれないかな。59制限とかでもいいからね。もう、うん、この雨の中すっぱい嫌だわ。今日今回はとっての企画でバーサス2世紀31、バーサス11、2世紀とかじゃないバーサス4回シリーズか、でね、一応それの派生版みたいな感じで高速道路のインターチェンジの、やつでも、やろうかなって言って一応調べてきてあるんですよ。四日市インターと四日市東インターが、31と30か、っていう番号になるんですね。インターチェンジ番号が一応31、30のところの間を走ってみて、四日市より栄えてるかどうかっていうような検証もね、やろうかなっていう話はあるんだけど、あ、それはできればにします。うん、で、今回その山口の周南市の方に、今日それの対象のところがあったんで、まあ、宇部行くんで、寄れることはないかなと思って、そこはやり、どうかなと思ってますよね。意外とこれ、高速のインターチェンジの方は、思ったよりも対象のインターが少なかったんですよ。全国境界線も、こう少なくてね、30番、31番っていう番号が結構、後ろの方なんですよね。だからこれ、便利券のところから細かくインターが付いとったところも全部対象で入ってるんで、その兼ね合いで、結構番号が遅い。だから、東名高速とかでもないんですよ。30番までね。東名名神とかがなくて、中央道もないから。ですので、相当なんか東北自動車道とか、中国自動車道とか、この辺りくらいしかないんですよね。あと中国、九州自動車道とかね。なんで、行けるところだと、北陸と自動車道もあるらしいんですよね。使えてるかな、これ。まあでもね、だいぶ編集はね、この手のこんなことがなっててもね、新しくアップデートがかかったね、パワーディレクターアップデートが使って、AI で、会話抽出機能っていうのがついたと、これはかなり優秀でね、エアコンとかガンガンなっててもね、全然エアコンの音が消えちゃうぐらい、
なってるんで、わー、これでもこれだけ打ててもいけないんじゃないかなという甘い目論見はしてるんですけど、どうかな。